クリスマスが近づくにつれ、多くの店の店先で見かけるポインセチア。ポインセチアを見ると、多くの方が、クリスマスのシーズンが来たのだなと、気分をワクワクさせる方も多いかと思います。でも、なぜ、ポインセチアが、クリスマスの花になっていったのでしょうか？今回は、そんな謎多いポインセチアについてお話ししていこうと思います。ポインセチアは、メキシコの産地原産の低木状葉樹です。野生種は、軽い霜に当たっても枯れないぐらいの耐寒性がありますが、園芸品種は寒さに弱いので、最低温度10度 C 以上で管理しないと枯れてしまいます。そのため、1年で枯らしてしまう方が多く、草花のように扱われていますが、本来は樹木なのです。沖縄などでは、庭で数メートルほどに大きく育っているのを見かけることがあります。赤や白などに色づいた部分は花と間違えられがちですが、これは苞と呼ばれ、本当の花の周りに作られます。花は、苞の中心にある黄色い部分です。ポインセチアは、日が短くなると花芽ができる植物で、自然条件では、10月下旬から花芽の分化が始まります。段ボール箱などで覆って、人工的に日照時間を短くすると、花芽を早くつけさせることができるので、早くから色づかせて楽しむことも可能です。近年発表される園芸品種は、自然条件でも早くから色づくように改良されてきています。ポインセチアという名前は、アメリカの初代、メキシコ大使であるポインセット氏の名前に由来しています。ポインセット氏は、メキシコで自生していたポインセチアを見つけ、帰国の際にアメリカに持ち帰り、普及させました。ポインセチアが日本に伝わったのは、明治時代です。和名は、葉っぱが真っ赤なことから、伝説上の酒が大好きな妖怪、少女から少女木と言われていました。現在では、その呼び名は使われていませんが、ポインセチアには、祝福する性や幸運を祈る、私の心が燃えているなどの花言葉があります。クリスマスにぴったりの胸の高鳴りや幸福感を表した花言葉だと言えるでしょう。ただし、これらは定番の赤いポインセチアが持つ花言葉です。ポインセチアの花言葉は色によって異なります。ピンクのポインセチアは思いやりや清純、白のポインセチアは慕われる人、あなたの祝福を祈るの花言葉を持ちます。用途や贈る相手に合わせて適した花言葉を持つ色のポインセチアを選ぶといいかもしれません。ポインセチアの最大の特徴は、まるで花びらのように真っ赤に染まった葉。海外では聖夜の花と呼ばれており、クリスマスには飾られたポインセチアで埋め尽くされる教会も多いとか。まさにクリスマスのシンボルとなっています。ポインセチアがクリスマスに飾られるようになったのには理由があります。話は300年以上前の17世紀まで遡ります。17世紀、メキシコに住み着いたフランシスコ修道会の僧たちがポインセチアと出会います。そして、ポインセチアの赤はキリストの血、緑は永遠の象徴、白が純潔を表すことから、縁起の良い植物として、ノーチェブエナ、聖夜と呼ぶようになりました。最初は、キリストの誕生祭の行列で使われ、徐々に、クリスマスの飾りとして世界中に広まっていったと言われています。また、葉の形が、キリスト教の聖地ベツレヘムの星に似ていることからも、クリスマスを象徴する植物として定着していったと言われています。キリスト教徒のつながりが深いポインセチアですが、もちろんこの花はコロンブスがアメリカ大陸を発見する以前からメキシコのアステカ族はフートラキゾヒトルという名で呼び栽培していました。スペイン植民地時代にフランシスコ修道会のベルナルディノ修道士が16世紀に記したヌエバ・エスパーニョ諸事物外史によると、この花をアステカ族はフォーと呼ばれ、赤く色づいて花のように見える部分から赤紫色の染料を取り出したり、乳白色の樹液を解熱剤として利用するなどしていたと記載しています。またポインセチアが自生するメキシコの南部ゲレロ州の先住民チョンタル族の間にはこんな言い伝えがあります。アステカ帝国の支配下で重税などに苦しんでいたチョンタル族はある時帝国に反旗を翻しました。しかし強靭なアステカ族を打ち負かすことができず、
数多くの勇敢な戦士たちが死んでいきました。その死体から流れ落ちる血から新しい生命を象徴するかのように赤い葉が生えてきたのです。またメキシコにはこのようなお話が残っています。それはクリスマスイブのお話です。とある村に両親が病気にかかってしまい貧しい生活を余儀なくされている農家の娘マリアという女の子が住んでいました。彼女は非常に熱心なキリスト教の信者でしたが、家が貧しいためイエス様に何も贈り物ができないと悲しみに暮れていました。クリスマスイブの夜、村の教会では人々がイエス様の生誕を祝うため豪華な贈り物を持って集まっていました。その様子をわびしく石像の陰から眺めているだけだったマリア。すると突然マリアが隠れている石像が優しい声で話しかけてきたのです。心からの贈り物であればどのようなものでもいいのですよ。私の足元に咲いている草花でブーケを作って祭壇に飾りなさい。そこで少女は石像に言われた通り地面に落ちていた雑草を拾いブーケを作り教会に入って行きました。すると教会の中で神の祝福をたたえていた人々はマリアに振り返ります。そしてざわざわと口々に何やらを言っています。そのうち一人の人がマリアに、そのブーケはどこで手に入れたのですか？すごく美しい。そうです、マリアの手には真っ赤なポインセチアの大きな花束に変わっていたのです。そしてそのポインセチアが祭壇に捧げられた時には誰の花よりも大きな捧げ物となっていました。美しい赤色に染まったポインセチアはそれ以後聖夜の花として知られるようになりました。Oh,
Yeah.